おはようございます。ビカクシダと僕の趣味ブログを書いている小春日和ことバックヤードです。今日は今年初、屋外に出したビカクたちの撮影をしました。やっぱり太陽の下でのビカクは色が綺麗ですね。まあ室内のビカクも好きですけど、やっぱ太陽の元に当たったあのこの緑色は綺麗ですね。みんな各個体の色も全然違うし、みんなやっぱり久しぶりの太陽やから、なんかどんな気持ちでおるんかちょっと気になりますね。暑い思ってるんか、それとも気持ちええ思ってるんか、ちょっとね、なんかそんな想像してみたり、僕もやっぱ太陽に当たってると気持ちいいんで、やっぱちょっと癒されます。いいですね。なんかこれはバケツで、ここに水張って夏場ドボンしてます。ブクブクつけて酸素を多くしたりとか、ちょっといろいろやってます。やっぱりいいですね。一応遮光ネットは 50% 張ってます。その上に屋根もついとるんで、そこにポリカーボネートっていうあの屋根材貼ってるんで、実質 50% 以上の遮光されてると思います。まあ、何ぼか分かりませんけど、とりあえず直射日光はやっぱ急にはしんどいと思うんでしてます。実際今声入れたんですけど、この動画に声いらんような気してきました。なんか映像だけの方がいいかなってちょっと思います。僕の声が雑音みたいになってたらごめんなさい。この子は、前回の動画にあげた子ですね。子株裏3つ取った子です。で2つ残ってたので、ちっちゃいのがどうなってるか、まあまあ大丈夫かな。色は悪くなってなさそうなんでいけてるかなっていうか、胞子をガンガン出てますね僕。まああんまり気にしないタイプなんで結構当たってます。服とか T シャツとかに結構おけけがよくついてます、胞子用の。魔術ですねこれ、かっこいい。これはケンイチくんです。この子もかっこいい。まあ、全員かっこいいんですけど、自分の株はやっぱり思い出がやっぱいっぱいあるというか、ストーリーがやっぱあるんで、僕基本ストーリーっていうか、なんかまあそのバックボーンみたいなあることがすごい好きなんで。でこのベイチ3つは、おかんのベイチで、元気なかったんですが元気になってくれました。これはインスタグラムで仲良くさせてもらってる方から方と交換した株です。トマホークです。でこの子は名前が何だかな、何しかこのおててがでかいのと、まあ、このツートンになったこの枯れ方がすごく好きです。でこれはホワイトホークです。だいぶ手とか幅広の腕をめっちゃ出すんですけど、もうでかすぎて僕これガーンと当たってちょっと破っちゃったんですけど、なんかもう出てくるで手が出てって言うてもた手がめっちゃ太くて、なんかもう笑けます。見ててまた太いの出たで言うて、もうね、すんごいなんかゴム太ですね。なんかゴム太っていうどん昔あったようななかったようなどうでもいい話やね。またこれはネプチューンやな。なんかちっちゃいの出てきてますね。なんかしゃもじ。良さそうです。本当この日は温度もこの時間午前中やったんですけど26度
ぐらいかなあったからもう出せるかなと思って出しましたね。その後も夕方4時頃までそれぐらいの温度保ってたんで、うん、大丈夫かなと思って外出しました。この子はブルーリボンですね。胞子がついてます。胞子がね、あの初めはみんな白いんで、ここからだんだん色熟して変わっていきますね。これはネザー、あ、ネザーはビフルで冬外出しました。3週間に1回ぐらいの水やりの頻度でやってたら、もう貯水葉がもう根っこの周りにめっちゃ広がって、胞子葉もなんかバキバキになって、もうすんげえなんかかっこいいです。ちょっと夏場どうなるのか楽しみです。でピューちゃんですね。霧吹きタイムです。霧吹きも今年初めてですね。室内管理の時はしようかなと思ったんですよ。しやんでもいけるんかなと思って一回、今年の秋冬は一回もやってません。問題なくできた、あの成長してくれたんで、湿度管理さえできてれば別にいらないのかなと思いました。これはちょっと夏場っていうか外出して初めての外なんで、急になんか暑さとかに負けたら嫌やなと思って、ちょっと胞子にちょっと水分つけといたら大丈夫なんかなみたいな、まあ、適当な感覚でいつも通りのなんとなくでやってます。みんな気持ちよさそうで何よりです。楽しいですもんね。水滴とやっぱこの緑に乗る感じがたまりません。まあそんな感じで今回の動画終わります。最後まで見てくれてありがとうございました。さようなら。